まあ、一日の流れですけれども、朝は、えっ、ー、と、5時半ぐらいに起きて、で、支度をして、まあ、6時半には、あの、家を出ます。で、学校には7時半ぐらいに着いて、で、あの、まあ、ちょっと準備をして、で、8時に、あの、教職員の朝礼っていうのがあって、あの、まあ、小さな会議があります。連絡事項だとか確認があって、で、えっ、ー、と、その10分後に、 えと各クラスに行ってあの生徒の,あの転校があります欠席,が欠席者がいないかとかあとはこんなことがありますよっていう簡単な確認だったりとかっていうのがあ,のあります。で、えー、そのあと、うん、25分ぐらいちょっと自分生徒たちは自分で実習する時間があるんですけど、まあ、その時もあのクラスにいてあのどんなふうに取り組んでるかとかあの様子を見ながら。あの 監督するという仕事がありますで、その後授業が始まるんですけど、えっ、ー、と午前中は4時間授業があって、午後は2時間授業があります。で、大体。私は1日あたり、えっ、ー、と3時間から5時間授業をあの担当していて、まあ、5時間あるときは結構忙しいです。 で、お昼休みが、あの、まあ、ありますけれども、まあ、時々、あの、生徒と一緒にクラス、教室で、あの、食べて、まあ、あの、クラスがどんな様子なのかとか、どんなことが話題になっているのかとか、あの、そういうことを聞いて、あの、まあ、情報をちょっと収集して、あの、生徒の様子を見守るっていうことをしています。で、放課後は、 あの、えっと、まあ、質問対応だとか、生徒から数学の質問があったら、まあ、そういう対応するだとか、あとは、まあ、進路の相談だとか、あの、まあ、そういったことをしていて、で、生徒が下校を大体、まあ、し始めるのが5時以降なんですけど、まあ、その後に、まあ、他の、あの、授業の準備だったり、他の仕事なんかを少し片付けて、まあ、大体7時半ぐらいに学校を出て、ま、8時半ぐらいに家に帰るっていう感じですかね。